こがないから、なんかエロ親父にしか見えないわ。ここがなくて、もう小堺一機みたいになってるもん。やっぱりきついな、ここがないから。いや、もうなんかさ、きついな、いろいろ。いや、剃る方がやばいわ。剃ったら、一大一世なるもん。わかるよ、それぐらい自分の髪だから。イメージできるもん。ここに剃り入れたら一大一世なっちゃうもん。もう今でさえなりかけてんだから、変な石とか売るようになるじゃん、俺。そう。パワーストーンとか言ってさ、おめえがつけるやっていうね。なんでさ、離婚したお前がパワーストーン売ってんだみたいな。金ねえやつがパワーストーンって。お前がつけろや、誰よりもっていう。自分でさ、売るんじゃなくてさ。なあ、パワーストーンだって言うんだったらさ。石田一世はハゲネタでブチ切れる？そんなんで切れるからハゲるんだよ。いちいち、そんなん見てくれいじられて、プライド高いな。ねえ、いいじゃん、別にハゲぐらいさ。ありがたいと思わないと。ハゲてるのにハゲをいじらずに、毛あるよねとか言われる方が嫌じゃない？絶対にハゲてるのに、周りが気遣ってさ、いや、ハゲてないですよとかのがちょっときついやん。一星がハゲと言われて切れた動画。俺にハゲとか言ってきてない。ふざけんな！おい、ちんすけ。みんなだ。面白がって俺もそうだよ。ハゲとか言いやがってや！違うんじゃねえんだよ。お前らのせいなんだ。ハゲとか。言って、前ちゃんは言ってないよ。ごめんね、辛いよね、双極性障害ね。俺も一緒よ。40年間、重度。我慢してたに気使って、嘘で笑ってたよ。ハゲ。死ねこれふわっちで切れてたんだね。とか。俺にどんだけショックを与えてるのか分かってる。馬鹿にしてるんだ。星屑。そうやってみんなで俺のことバカジェッにしてト。んだよ。ハゲとか言うんじゃねえ、人に。失礼じゃねえか、お前。人間だろ、お前ら。バカ。どんだけ人にショック与えてるか分かってんのか、千和田ちんすけ。縛らない、あいつ。まあわかるけどね、人の嫌がることはネットだからって言っていいとかさ、そうやって過度にいじるのは良くないとか、わかる、それはすごいわかるね。至極、まっとうなことを言ってると思うけど、だけど、インターネットだから、ね、みんながみんな、それで言うことを聞くわけでもないし、そうやって言う人は少なからず一人以上はいるわけだから、その、スルー能力と耐性をつけるしかないよ。言うなって言ったって、放送はさ、誰もが遊びに来れる場所だから、だったら、鍵かければいいし、戒厳やればいいし、もっとコミュニティを小さくしてやればいいわけじゃないですか。そういうこと言わない人だけ集めてね。オープンにやってたら、やっぱ、言う人は出てくるからさ、それはさ。だったらそんな配信サイトの下でやるっつって、自分で配信サイト作ってやればいいわけですからね。多少のことやっぱ言われるし。で、石田一生にハゲって言った人がさ、石田一生は嫌な思いしたかもしれないけど、他の配信では面白い米かける人かもしれないし、そうやって人に厳しいことを言ったりとか、人の悪口言うやつって逆に面白いコメントも書けるやつだから、たまたまその時は、人を傷つけるコメントを書いてしまったかもしれないけど、そんだけ責めてるってことだから、責めてる人ってやっぱ面白いコメント書きやすい人だと俺は思うんだよね。なんで、ある程度許容していかないと、面白いコメントが湧いてこなくなっちゃうから、ハゲって言われて嫌なんだったら、ハゲを隠すのも大事だと思う。帽子毎回被ったりとかね、海老蔵みたいに。そんなにハゲいじられて嫌だったら、ハゲ見せるな、みたいな。そこにハゲがあったらさ、ハゲって言いたくなるじゃん。でしょ？ねえ、今日空青いねってのと同じじゃん。空が青かったら青いね、晴れてるねって言うじゃん。ハゲてるね、晴れてるね。ね、まあ、そこにハゲがあるから、ハゲだねっていうし、
ハゲって言われた人しかそれハゲの気持ちはわからないけど、ハゲって言う方は、みんながみんな悪口のつもりで言ったわけじゃなくて、コミュニケーションの一環として、ハゲだねっていじってくれてるかもしれないじゃん。で、あと、ハゲで反応すると余計ハゲ気にしてるのかなってなるね。別にハゲ、悪いことかな。しょうがないよね。ハゲも進化だよね。だって赤ちゃんの頃ハゲ出て、子供になって毛が生えて、で、大人、年を取ってってまた毛が抜け落ちていく。元通りになるだけだからね。ハゲも進化ですよ。言えば。ね。でもなんか、ハゲで本当に怒ったんじゃなくて、多分情緒不安定だったんじゃない？その時に本人うつ病だって言ってるし。あ、ちなみにハゲで笑ってるわけでも、うつ病で笑ってるわけでもなくて、石田一生のリアクションに笑ってるだけなんで、まあ、そこはちょっと間違えないでいただきたいんですけど。インターネットは自分に都合のいいように回るわけじゃなくて、みんな自分の都合だけを考えててぐちゃぐちゃに回ってるところだから、自分の思い通りにはいかないっていうのだけを頭に入れといた方がいいよね。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。